あなたに昔の話をするのにも慣れてきた。今日も私の話を聞いていく？それとも私があなたの話を聞くのでもいい？じゃあ今日はエレンが泣いていた時の話をしよう。あ、すっかり話してしまったけど、あの時エレンに泣いていたことは誰にも言うなと言われていた。私は兵士になってから狭い兵舎の中でエレンやアルミンの心配ばかりしてきた。だけどあなたと話すようになってからいろいろなことを考えられるようになった気がする。ここにいたか。次の壁外任務だが、お前らには偵察班に加わってもらうことになった。偵察班？私たちの他に新兵は参加するのでしょうか？いや、他の新兵は本隊に加えられるはずだ。偵察班は本隊より先に出発するから早めに準備しておけ。次の任務ではエレンと離れることに。そうかもしれないけど、エレンは私とは離れたくないはず。任務を変えてもらおうとすればエレンは怒る。エレンを信じよう。やる。頼むぜ。後から来てくれりゃいい。一緒に戦うよ。エレンは大丈夫だろうか？アルミン、とにかく今は目の前の敵に集中しよう。早く片付くようにあなたも協力してほしい。になるよ。しっかり頼むね。片付けよう。トーマス完了。やるよ。こんなもんか。片付けよう。よろしくな。了解だ。やるよ。片付けよう。しっかり頼むぜ。始末してやる。よろしくな。従う。やるよ。ピコさん頼みます。拠点を作ってくれ。よっと、拠点の熱いな。手を貸してもらえるだろうか？相手になるよ。しっかり頼むぜ。やるよ。始末してやる。相手になるよ。よろしくな。了解だ。よっと、助かりました。ありがとうございます。
拠点は頼んだ。気を抜くのは早い。まだ巨人は残っている。片付けよう。あれ式の巨人に何を手間取っている。まだまだやるよ。始末してやる。討伐完了。例の作戦を始めよう。作ってくれ。相手になるよ。バブ、しっしまねえんだ。救援要請か。リコさん、任せてくれ。片付けよう。こんなもんか。もうダメだ。なるよ。手を貸してくれ。調子よくった。貴様の手柄は記録しておくぞ。片付けよう。キッさん、追っかけて追い詰めてすりつぶしてやるんだから。わかった。相手になるよ。リコさん、任せろ。そろそろ作戦にかかった方がいいか。ハンネスさん、頼みます。一緒に戦ってやる。はっ、ああ、よっと。次だ。こんなもんか。やるよ。ダブ、しっかり頼むぜ。相手になる。リコさん、討伐完了。次の標的に向かう。すごい。私も続こう。よっと。こんなもんだ。始末してやる。次だ。よろしくな。相手になる。リコさん、頼みます。やるよ。討伐完了。よっと。始末してやる。死んでたまるか。うまいぞ、やるじゃねえか。次だ。シマピコさん、あんたはもっとやれるはずだ。そのまま進め。片付けよう。討伐完了。こんなもんだ。ありがとうございます。感激です。相手が何であろうと私は倒す。よっと。味方、よろしくな。私だって拠点はここだね。
す。始末してやる。そうまず神はよっと片付けよう。強そうだな。はっきり言うな。ハンネスだ。レベア飲みます。任せとけって。こんなもんか。始末してやる。ダム、しっかり頼む。相手がどんな強敵だろうと、もう俺は逃げねえ。リコさん任せます。相手になるよ。強そうだな。はっきり言うな。ありがとう。あなたのおかげで任務は無事に片付いた。エレンとアルミンを信じてはいるけれど、やっぱり心配だ。早く帰還しよう。任務では頑張ってくれてありがとう。思ったよりも難しい任務だった。あなたがいなければもっと手間取っていたと思う。本体もすでに帰還しているはず。私はエレンとアルミンの様子を見てくる。